Google Pixel Presents Another Sky スペシャルコンテンツ。綺麗、すごい。あのお馬さんもいるけど、オアフ島のバギーツアーで長野芽衣が大自然に癒される。やってきたのはクアロアランチ。観光客が集うこの場所で絶景を堪能できるアクティビティとは。今日のガイドドンと言います。1号車の皆さん、ドンについていってください。1号車、はい、はい、あ、恐竜がいる。ブルーにする？ブルーです。おお、よいしょ。険しい山道を四輪バギーで巡るラプターツアー。すごい運転できるの。カカオの木です。カカオ？コーヒー豆ですか？チョコの原料。ラプターツアーの見どころ、一つ目は道中で出会える動物たち。あ、トナ、あ、牛か、牛だ。アンゲス、アンガス牛。アンガス牛、こんな自然いっぱいなところで育ってるんだ。え、敷地内600匹。すごい、前横切るとかある？ほら、わーわー、近い。周りに気を取られていると、出てくる、でも出てきそうです。出てきそうとか言ってる場合じゃなかった。好きで、乗り物好き。あんまり絶叫すぎると怖いが勝ちますけど、楽しいのは大好きですね。見どころその2、青く輝く絶景。水色、海大好きです。大自然の奥に広がる美しい海、心の底から癒されます。見どころその3、クアロアを代表する圧巻のスポット。 Thank you。 あのお馬さんもいるけど、前回こんな感じだったな、懐かしい。カーバ渓谷、もともとはカメハメハ王朝直轄の地であり、ハワイアンにとって神聖なる場所。雄大な山々に囲まれた心が洗われるスポット。思わず記憶に留めておきたくなり。綺麗ですよね。せっかくだから写真に収めます。あ、撮っちゃった。空も綺麗だし、緑も綺麗だし、いいですね。でーん、いい感じ。今度は圧巻の景色をバックに自撮り撮影を。なんか音が可愛いんだけど、映り込んでる。よし、編集。
撮った写真に余計なものが写り込んでしまった時は、うわーい、見て、すごくない、こんな綺麗さっぱり着ることある、もう何もなかったのと一緒なんだけど、これすごい、めっちゃいい写真、漏れてるまだまだツアーは続き、さらなる絶景ポイントへ。わあ、めっちゃ綺麗。リフトサイド。見えないね。行ってみたい。ちゃんと時間があるときに、ワーフ島も来て、他の島も行ってできたら楽しそうだなと思います。山と海、どちらの景色も堪能できるラプターツアー。続いての見どころ、カーバ渓谷を見渡せる高台へ。わあ、すごいな、いい天気、すごい贅沢だな。撮れた。ハワイの大自然に抱かれ、たっぷりと充電。日本では得ることのできない贅沢な時間、その一つ一つが大きな心のリフレッシュに。楽しかったです。すごいいい思い出になりました。もう癒されまくりですよ。動物もいっぱいいて、自然も豊かで、すっごいいろんなものが浄化された気がします。心を揺さぶられ、思わずシャッターを切った多くの写真。消えることのない思い出として、これからもずっと心を癒してくれることでしょう。長野芽衣のアナザースカイ、ハワイ。